はい、こんにちは、サンゴです。早速ですが、今日の食材はこちら、青室味です。室味ということで、こちらをやっていきたいと思います。サンゴキッチン、それではさばいていきたいと思います。今日はちょっと姿にしようと思いますので、エラと内臓を取っていきます。よいしょ。わ、すごい、内臓脂肪がバチバチですね。アジのエラは引っ張れば取れます。はい、じゃあ血合いを傷つけて一回きれいに洗います。それではきれいになりましたので、3枚におろしていきます。頭付きできますんで、こっちからいきます。アジは大面おろしで全然問題ないと思います。ここまでいったら、これ切り離しちゃうと反対側がさばきにくいんで、反対側もさばきます。はい、はい、1枚目ですね。で、1枚目ここでさばいた後にこっち側をやろうとすると、この段差がちょっとさばきにくくなっちゃうんで、先にこう切っちゃった方が楽かなと思います。はい、3枚になりました。アバラを取っていきます。ちょっと鮮度がそこまでではないので、ちょっと大きめに取ります。はい、じゃあ血合いを取っていきます。はい、血合いが取れました。はい、じゃあ皮を引いていきます。包丁のこちらの背の方ですね、背の方を使っていきます。やります。はい、それでは盛り付けていきたいと思います。やべえ、ボロボロになった。ああ、下手すぎた。ちょっと慎重にいきます。さばいてる間にチャンネル登録とグッドボタンを押すのだ。いい&アイ。よしよしよし、手前が良ければ OK。 はい、こちらで青室味のお刺身の完成です。それでは食べていきたいと思います。 D&I。 ふぅ、まあ実は前回のあの煮座台とそのままの流れで、今日2本撮りの2本目なんですけど、やっぱね、売ってる時に買わないといつもいつも珍しい魚を探すことができませんので、今日もう久しぶりに2本撮りしております。さあ、青室味どうなんでしょうか。いただきます。なるほど、アジですけどかなり水分量が多いですね。なんで干物とか草屋とかの材料になるみたいなんですけど、ちょっと刺身向きではないかもしれないですね。ただなんかすっごいなんか柔らかいふわふわの
みっていう感じで、まあそういうのが好きな方だったら好きかもしれないですね。サンゴはそんな好きじゃないですね。ただ味自体はマアジとかにかなり近いと思います。以前さばいた赤ゼブロ味に関して言うと、やっぱ味も幻級で美味しさももうすごいって書いてあったんで、確かにその通りだなと思いましたけど、まあこれに関しては確かにちょっと加工向きの魚かもしれないですね。まあ鮮度がねすごく良ければもうちょっといいのかもしれないですけど、まあまあ普通ですね。ただ悪くはない。今日はこれは300円だったんで、別にコスパで言ったら全然美味しいですね。コスパが美味しい。まあただこれとマアジが同じくらいの鮮度で並んでたら、まあマアジ選んだ方がいいかなという感じですね。お刺身で食べるっていうことに限ればですけど、皆さんも青ムロアジ見つけた際は自分でさばいてみてはいかがでしょうか。それでは、さよなら。このチャンネルは自分で魚介類をさばいて食べることをおすすめするチャンネルです。チャンネル登録お願いします。